はい、よろしいですかね。じゃあ、ぼちぼち始めましょうかということで、皆さんお揃いかな。60何人だから、まあいいか、揃ってねえかもしれないけど、始めましょうか。ということで、はい、じゃあ、それじゃあ、ぼちぼち始めさせていただきます。改めまして、皆さんお疲れ様です。こんにちは。統合整理の望月と申します。で、皆さんの前でこうやってお話をするのは、初めてですよね、多分ね。だったと思うんだけど。まあ、ちょくちょく講義の時とかに、前の方に来て、PC つないだり、マイクの設定したりとかをしてはいたので、時々顔を見かけてたかと思いますけど、まあ、新しい用務員さんかなぐらいに思われたと思いますけれども、まあ、用務員さんみたいなもんなので、まあ、そう思っておいてもらって構いません。で、私はこの4月からですね、こちらの本当のところで皆さんにやってほしいのは、こういう実習を通して、どうやって我々の体の神経系、それから筋っていうのが働いているのか、我々の身体運動っていうのは電気的にどうやって動作しているのかっていう、その動作原理に関する理解を深めてもらう、あるいはその考察をしていろいろ考える時間を作ってもらうと、それがこの実習の目的です。ですので、なんていうのか、この上に書いてある主義の取得っていうのは実際手を動かさないとなかなかできません。なので、リモートで、一応ね、どういうことをやってるかっていうのを分かってもらうために、例えばビデオ教材とかたくさんじゃないか、7本ぐらいかな、7本ぐらいビデオ教材作ってあげてありますけれども、そういうのを見たところですね、やっぱ実際手を動かさないと、主義の取得っていうのは結構難しいです。なかなかやってもらえないと、もちろん思います。だけど、実際それに触れることで、そういったデータの解析とかを、通して皆さんにですね、やってもらいたいことはこの下の方なわけですね。我々の体ってどうやって動いてるんだろうかって、その動作原理、制御のメカニズムに関して理解を深めてもらう。こういう部分に関しては、もちろんそのリモートとはいえですね、ある程度のことはできるというふうに思います。ですから、なんていうの、リモートになっちゃったからとかって悲観的に考えるんじゃなくてですね、リモートはリモートなりに、それなりにいいこともあります。例えばさっき言った通り、質問もテキストチャットでいつでもしていただけますし、ビデオ教材に関してもですね、こうリモートにならなかったら我々だってビデオ教材なんて作んなかったわけです。めんどくさいから。そういうのをですね、リモートってその新しい環境ではありますけれども、その悲観するんじゃなくて、リモートならリモートなりにできることはあるだろうと思うし、その本当のところでやってもらいたい、この一番下に書いてある方ね、制御様式を理解する、原理についての理解を深めるというところに関しては、おそらく、一緒に達成できるんじゃないかなというふうに思いますので、残念ながらリモートとはいえですね、この実習の中で、これを目指してですね、一緒に勉強をしていきましょうということです。ここまで、どうですか？ついてきて、ちょっとアドバンスの内容だと思いますけど、どうでしょうか。合わなかったら、ぜひその場で質問してくださいねということで、2回。そしたら、デモの時間がやってまいりましたので、ちょっとじゃあ、筋電図っていうのを撮ってみたいと思うんですけれども、共有、一旦停止した方が見やすいかな。筋電図に使うですね、筋電図。撮ってみましょうということで、またですね、電極とかについては後で、説明していきますけれども、表面電極といってシート状のシールになっている電極、これを使って、筋電図を撮ってみたいと思いますので、ここに、私の後ろに 見切れてるの分かる、これ後ろスコープ、ここに置いてあります。でこれ後でちょっと拡大してみせますけど、で、もう一個アース電極っていうのが必要で、細かいことはしますが、信号を取るための電極は筋の上に貼って、あとアースとして働く電極を筋肉のないところに適当に貼ります。例えば肘とか手首とかですね、に貼ることになります。ほんで、じゃあちょっとオシロスコープの方を見せますね。はい、画面切り替わったかな？皆さんこんにちは。私はこの今隣にいるんですけど、画面見えてます？大丈夫そうですね。ということで、この状態で、よいしょ。オセロスコープに、よいしょ。今貼った電極をつないでいきます。で、こういうクリップというかポッチ状になったケーブルをつなぐだけです。難しいこと何もないです、筋電図って、マジで。
まあ、皆さんがよくご存知の、例えば活動電位スパイクの波形ね、とか、さっき言ってた心電図もそうですね。ああいうのも全部横軸時間で縦軸が電圧ですよね。ああいう信号っていうのはみんなオシロスコープで観察されるものです。なので、そこに、今は、皮膚の表面に貼った2点の電極からのこの電圧の差異、これを筋電図としてオシロスコープに叩き込んで表示をしてみるわけです。そうすると、いくよ。筋収縮を行うと、わかりますかね、見えてる。こんな風にバラ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 っていう信号が出てきます。でこれが筋電図。こんな風にですね、バリバリバリって音してるのは筋電図と同じ信号を増幅してスピーカーこの上にあるんだけど、スピーカーにもよいしょつないであるんです。なので波形が観察されると同時に、まあ、音でもこういうふうに信号を聞くことができます。これが筋電図ということです。ここまでいい？ここまで大丈夫かい？で、じゃあ調子いいですね。これどんどん上げ刺激強度上げてきたらどんどんでっかい筋電図が出るようになってきたと。じゃあもうじゃんじゃん上げていこうと、これこの筋電図をどんどんでかくしてみましょうって、調子に乗ってもうちょっと電圧を上げてみます。そうするとまたちょっと電圧を上げたんですけど、なんかおかしなことが起こりました。これ何？一番左のは確認ですけど、これ刺激のアーティファクトです。この瞬間に電気刺激を神経にしました。で、さっきまでこの30ミリ秒後ぐらいのところに、1個筋電図の波形がポヨンと出てきたね。よかったよかったって言ってたわけです。なんかもう1個出てきましたね、山が。刺激から、横軸1メモリぐらいだから5ミリ秒ぐらいですね。刺激した5ミリ秒後にピョンとちっちゃな筋電図がまず取れる。これアーティファクトじゃないです。これ筋電図です。でさらにさっきと同じ、まあ、刺激から数えたら30ミリ秒後ぐらいのところにもう一個筋電図が取れる。これはさっきまでと同じです。さっきまでと同じなんだけど、なんかもう一個山が出てきて、1回しか刺激してねえのに2個の筋電図の波形が出てきました。不思議じゃないですか。不思議じゃない。どう？不思議じゃないですか。まさかこれアーティファクトでしょうと思うかもしれないけど、アーティファクトじゃないんですよ。例えば電気刺激の強度をもうちょっと上げてみますよ。もうちょっと上げたらやっぱでかくなってきましたよね。神経筋標本の場合にはそもそも活動電位としても1回の刺激に対して1回の筋の活動電位しか取れません。だけど質化刺激だと1回しか刺激してねえのに2個の筋電図が取れました。なんでだと思いますか？神経筋標本にはないんだけど、この質化刺激にはある。違いは何ですか？何だと思います？まあ、いろいろ違うけど、皮膚もあるし、脂肪組織もあるし、ってか足首から下もあるし、ね、膝から上もあるし。どうですか？何が違いますか？何が違うと思う？何が違うと思いますか？というのを、答えてもらえますからね。シンキングタイム10秒ぐらいでいいですか。何が違うと思いますか。神経筋標本と質化刺激において、違いを生んでいる、一発しか刺激してねえのに2個筋電図が出てくる理由はどれだと思いますかを選んだ？みんな選んだ？選びました？エモーションリアクションボタンで答えてもらいますよ。いい？準備いいですか。じゃあどれでしょう。送ってください。どれだと思いますか？じゃんじゃん送って、送って、送って。どうですか？数としては。泣き顔が多い？唖然とした顔もあるね。一番最初の人はハートだった。どう思いますか？どう思いますか？で、縦軸のメモリが1メモリ何ミリボルトなのかってグラフに書いてあるから、要するに縦軸で何メモリ分あるかなとかっていうのを測って、で、この表をきっちり 全条件に関して埋める。刺激上、刺激強度は12条件あります。でこの表を書いた上でさっきの H 波とか M 波のこういうグラフにしてください。でさっきご指摘いただいたみたいに、まあ、滑らかにつないでやって H 波はどこまで行ったら消えそうかなとか、
M 波はどこの辺で頭打ちになりそうかなっていうのも滑らかにデータ点をつないで、読み取ってくださいという感じです。わかります?だから、試しにやってみようか。試しにやってみる。例えば、H 波、M 波のデータに戻るで。例えばやってみますか。まず、25.8V で刺激したら、これは何にも起こらなかったけどね。25.8V で刺激をしたら、H 波も M 波も出ませんでしたという感じだよね。だからこれを集計するとしたら、例えば Excel シート用意しといてさ、ね。で、刺激強度を 25.8V に、ごめん、ちっちゃい?ちょっと大きくする。刺激強度を 25.8V にしたら、H 波は出ませんでした。だから H 波の振幅は0でしたってことですよね。で、M 波の振幅も出ませんでしたから0ですよね。ね。そうすると H 波どうすか、これ。何ミリボルトぐらいある ?1 メモリ、2メモリ、3メモリで、ちょうど4メモリ分ぐらいですかね、これね。1、2、3。ちょうど4メモリ分ぐらいだよね。だからこれ H 波は1メモリが5ミリボルトだから、4メモリだから20ミリボルトぐらいのデカさで出てるってことになります。H 波は。M 波どうすか ?M 波は、どうでしょうこれ。1メモリのちょうど半分くらいですか山から谷まで。1メモリの半分くらいですよね。だから 2.5 ミリボルトぐらいですかね。これ。とすると、またさっきのエクセルに立ち戻ると、34.1V で刺激をしたら、H 波は20ミリボルトのデカさで出ましたと。M 波の方は 2.5 ミリボルトぐらい。まあまあ出始めだからちっちゃく出ました。こんな感じで表を作っていくことができます。いい?この表を、よいしょ。12条件。マックスで 39.6 ボルトの刺激条件までありますので、こういう表を作ってやって、で、多分散布図かな。グラフの。よし。じゃあ、これで今日、一応考えていたことは全部終了しましたので、あと、まあ、残りの時間、質疑応答、なんか質問があったら、またテキストチャットか、あるいは喋りかけてもらっても大丈夫ですので、まあ、5時ぐらいまでは私、ここに、少なくとも5時ぐらいまでは言おうと思いますので、質疑応答の時間ということにしようと思います。あとはどうですか。なかなかね、やっぱ、実習なのでね、手を動かしてないとわかんないってところはあるんですけど、逆もまたしっかりでね、実習で実際やりながらだとね、あたふたしてて、その、何、装置を動かすのに夢中で、何を見てるのかよく分かんなくなったりってこともあるんですよ。その意味ではね、こうやって遠隔でビデオは一応用意して、ビデオぜひ見てくださいね、私だけじゃない、何、統合整理の教員全員の、血と汗と涙の結晶、涙は。